バガラータンは、白コウキマーストリヒチアンに生息したティラノサウルス浄化の属。モンゴルのネメグト層で発見された。全長は3から4メートルと推定されている。タルボサウルスやアビミムスなどに続き、ネメグト層で発見された12番目の獣脚類である。惜し1970年のポーランド隊によるモンゴルの発掘調査により、 小尾砂漠のネメグと総下部から模式標本スプル MGDI-108 が発見された。中央部と破棺を書いた左の下顎骨、1個の潜椎棘、尾の前方と中央を占める25個の OC、骨盤の断片、左側の甲子、四骨2-2並びに4、ス -1 が含まれる。骨盤よりも前方の骨格はほぼすべて風化してしまっている。 保存状態は悪いものの、体の後方に基づいて研究が行われている。左右の腸骨の肝骨薄広報の隆起は、損傷しているものの存在が確実であるほか、人体と付属する部位で、他の獣脚類には見られない、大腿骨の隆起が確認されている。記載論文には、腰が細長く、尾の特殊化が進んで比較的硬いと記載されている。神経棘は太く、 強靭な人体の存在が示唆されている。なお、頭部は複数の異なるグループの獣脚類の特徴を表している。また、この時点では、葉の生えた化学骨からカルノサウルス類に類似しているとされている。模式種であるバガラータン、オストロミは1996年にハルツカオスモルスカにより命名された。トーマス・アール・ホルツ・ジュニアはバガラータンを 基盤的なティラノサウルス上化に分類し、コリアはトロードン化として同定し、ルーフー,ウートはマニラプトル類に位置づけた。以下はローウェンダの2013年の研究に基づくクラドグラム。ありがとうございます。